夢ラジオ第6551回、今日は令和6年7月12日金曜日です。時刻は午後5時半、横浜港北、雨の金曜日でしたね。今日は振り込められて走りに行くことはできませんでした。7時からオンラインの授業がありますが、それまで夢ラジオの放送ができますね。今回は中国経済は崩壊するのか、こんなタイトルでお話しします。中国の不動産市場がいよいよ危なくなり、そしてそのことによって中国における経済が失速し、で経済の失速っていうのはどこの国でも最初に若年層にしわ寄せいきますから、若者が就職できず、その就職できない中国の若者がなんと日本にやってくると、そういうことがささやかれつつあります。これは何としてでも阻止しないといけません。中国が経済政策を誤ったのは、それは中国政府の責任で、その結果発生する失業者をまるで日本が慈善活動みたいに受け入れる必要は全くない。しかも労働移民というのはものすごく社会にとって、これは日本だけでなく受け入れる側の社会にとっても、あるいはやってくる移民の側にとっても非常に残酷な不幸しか生まない、そういうものでもあります。それは移民を受け入れてきた、労働移民を受け入れてきたその欧州の悲惨な現実、そして今その欧州でもうこんな労働移民やめようという動きが起きつつありますよね。それを見れば明らかです。ところが中国政府としては、その日本政府を鼓舞みたいに思っていて、また日本政府の中でも自民党の大部分、そして公明党は全部ですが、もう完全に中国の言いなり、あるいは中国のエージェントみたいな政治家ばっかりですから、中国にちょっと若者受け入れろと言われたら、はい、わかりましたとかって法律作りそうな、国会決議やりそうな者たちばかりです。しかも与党に反対すべき野党、つまり立憲民主党や日本共産党、そして維新の会もです。こういったところも基本的に親中ですから、はっきり確認しておくと左翼は親中なんですよ。で、日本維新の会が一体右翼なのか左翼なのかはともかく、日本維新の会も親中と言って間違いなさそうですね。だからもう与党野党もう全部親中、この、ね、中国べったんこ、この状況は自然に起きたわけではないので、1972年 の、 日中国交回復、田中角栄首相のね、あの時以来着々と、僕はもう脱帽すべきほどの巧妙さで、着々と日本の政治家に中国が工作を仕掛けてきた結果であろうと、これを間接侵略と呼ぶんなら呼べると思う。それはもうあの手この手ですよ。あの手この手ですよ。もうそれは中国経済は崩壊するのか。今不動産市況が中国でおかしくなり、恒大っていうグループが危ない危ないってもう5年ぐらい前から言われてますよね。で、その恒大集団だけでなく、他のなんとかかんとかもっていうふうに、それの影響を受けて、何度も言いますけど、不動産がおかしくなると経済はおかしくなるんですよ、どこの国でもね。日本のバブル崩壊もそうだったじゃないですか。ただし私自身はこうは思ってるんですよ。いや、そう簡単に、やっぱり今もそう簡単に中国経済は今も崩壊したりはしないと。やっぱり中国国内にですね、植民地を抱えてると言っていいんですよ、中国って。我々が思い浮かべる中国ってのは沿岸部、あるいはちょっとした内陸、この辺の都市を思い浮かべてるわけでしょ。私たちが中国と聞いてその街を思い浮かべるとき、砂漠地帯とか山脈地帯とか、あるいは
大きな川が流れてるとことか、そのとこを想像しないわけですよ。で、その中国の国土を見たら、砂漠だの、山脈だの、大きな川だのみたいな場所がずっと奥地に広がってるんです、実は。で、そういうところと内陸部分っていうのは同じ国ではもうない。それは中国人なら誰でも知ってると思う。中国の内陸部分、これ貧しいんです。強烈に貧しいんですよ。そこと沿岸部、こことはもう同じような国じゃない。そして行き来、自由にできない。移動の自由がそう簡単にできない。中国はそういう国なんですよ。選挙もない。選挙なんかないんですよ、中国に。民主主義でもないんですよ。ですから、かつて帝国主義の国が植民地を作って、その植民地に原料供給とか、あるいは労働力供給を任せて、そしてその加工とか輸出をその帝国主義の宗主国がやって、で、またその製品の売り先、市場として再び植民地を使う、この仕組みをそういえばレーニンが帝国主義論というあの本の中でさまざまな数字とデータを使って明らかにしたわけだよね。やってんですよ、それを中国は。そしてこの国内に植民地を抱えていたら、持っていたら、そこを要するに景気の上がり下がりの干渉剤、バッファーにできるんだよね。植民地を持っていると、その植民地を国内の経済の公共不況の干渉剤、つまり植民地にしわ寄せをして、国内、中国で言えば海岸部、沿岸部、ここのダメージを減らすことができる。そして猛烈な貧しさと猛烈な理不尽を内陸部に押し付けることができるんですよ。それがかつて帝国主義国が植民地のね、された国に、された地域にやってたことがそれだし、似たようなことを中国は今もやってる。中国国内には格差がもう何重にもあって、その格差は乗り越えられないものであり、そしてね、国内に、中国国内にその植民地を抱えていて、そこを干渉剤、バッファーにできるから、そう簡単にドーンと経済がおかしくなったからといってその影響をもろに受けるわけではない。私はそう見ております。で、一番かわいそうなのはその干渉剤にされるウイグルとかティベットとか、そういうところの人たちなんですけど、日本人はこういうその中国国内の人権問題については全く冷淡かつ無関心で、しかも日本人だけでなく世界的にそうなんですよ。で、中国は移動の自由を特に外国人には認めないし、外国の報道陣にも認めないから、事実上中国のウイグルやチベットで何が起きているかがわからないんですよ。それはそういう国、恐ろしいなと思いますが、そういう国だからこそ、例えば経済がやばいと思った時に取り得る選択肢がいろいろあって、で、ちょうど日本のバブルが90年代に崩壊した時にもろに影響を受けて、もう日本人が立ちすくみましたよね。ああはならない、私はそう思う。ですから日本の保守の言論人とか、日本の保守のエコノミスト、まあもう最近は保守っていうのも値段が下がっちゃって、まあ保守って言ってもあんまり価値がない、そんなね、2024年7月なんですけど、日本ではそういう人たちが嬉しそうに中国経済の崩壊言うよね。この人らね、もう15年ぐらい前からずっと言ってんだよ、中国がやばいって言い続けてるんですよ。もうすぐ中国経済崩壊するって、もうあの人もこの人もしてないじゃないですか、まだ。今回もそうですよ、それはね。ただしまあ、そういう国内にバッファーがあるとはいえ、今中国経済が苦しくなってるのは確かに間違いないと思う。その時日本にとっては移民なんか押し付けられたらたまったもんじゃない。言い換えればね、日本もそういうバッファーの一つぐらいに
見てる節があるんだよね、中国政府は。を国内で余剰人員が発生したかと、じゃ日本に押し付けとけと、日本政治の右も左も中国にべったんこにやられてる者たちばっかりだ、この視点から私たちは、まあ、選挙の行動を取るべきでしょうね。この夢ラジオで最近割とポジティブにお話してる石丸真嗣さんも、この中国に対してどういう姿勢なんでしょうね。市長をお辞めになって、これから国政とかにお出になるんだったら、これは必ず出てくる話題ですから、石丸さんのそういう言動には私も注意しておこう、注意して聞こうと思っております。